こんにちは。台湾総統、迅速な支援に感謝、日本のワクチン提供でということで、日本からの新型コロナウイルスのワクチンの提供を受け、台湾の蔡英文総統は迅速な支援に感謝しますと、自身の SNS で発表しましたと。日本政府が提供したアストラゼネカ,ゼネカのワクチン124万,、ま、万回分が4日、6月4日の午後、台湾の空港に到着しましたと。 えー、蔡延文、えー、総統は自身の SNS でじ自由と 民主主義という同じ価値観を共有するパートナーから迅速な支援に感謝しますとのコメントを発表しましたと。また、台湾外交部も日本の国内感染が厳しいにもかかわらず、台湾を助けて、助ける決定をしてくれたとして、頃から、えー、謝意社員を表明していますと。え台湾では5月中旬から感染が拡大していますが、えワクチンの調達が難航していて、えー 蔡英文総統は、海外の製薬会社からワクチンの調達が中国の妨害で難しくなってきていると中国をした批判していたんですね。うんえまあ、これはね、まあ、いいニュース、グッドニュースなんですけども困っ,た、ね、困った時の友,友人は真の友ということで、えー、約、ね、10年前の東日本大震災の時いち早く義援、えー、金を送っていただいたのは台湾だしと。 その時の感謝の形にできて日本人の一人としてうれ、えー、しく思いますと、えー、日本の隣国は、えー、なかなかいろんなものが問題も多い中、えー、唯一台湾だけは友好の親善が保たれているのでぜひ多くの支援をしてあげてほしいなと思いますね、えー、情けは人のためならずという言葉がありますが自分がピンチの時にきっとね、えー、帰ってくるはずと 台湾に、ね少,しだけでもえー、少しでも恩返しできたってことはいいのかなとは思いますね、で急速に、えー、届けることができたし、何よりも良い前例を作,られ,作れたことが良かったと、えー、前例がないと動かない、えー、官僚もこれで動くと。 で数は、えー、これから台湾が必要な量も遅れるといいですね、ということで、今回は政治判断はね、誇りに思いますというニュースでしたということで、えー、本日のニュースためになった方はチャンネル登録、高評価をお願いたします。では次のニュースでお会いしましょう。それでは、さようなら。